神奈川県人権ケアセンターです。先日6月28日にアベマ TV でですね、ネットで広がる部落差別、学校教育に課題というような、そういうテーマでね、部落出身者への結婚差別、破談にされた人、出自を明かせぬ人、当事者の苦悩とか、まあそういう番組をやったんですね。これについて、話してほしいということなんで、まあそのリクエストにお答えしてお話しするんだけども、まあ毎回同じような人が出てきて、同じような話をして、同じことを繰り返してるなと思うんですよね。例えば、NHK のバリバラなんかもね、この部落関連のネタを扱う定番のテレビ局なんだけども、でも出てくるのはね、稼働家さん人脈で同じような話をしてますよね。アベマ TV も何回かこの部落ネタやってるけども、まあ、出てくるのは川口康史君とその周辺の人ばっかりです。だから話してる内容っていうのも毎回同じようなもんだし、でそして、ヤフーのねニュースのトップに乗るんだけども、もうヤフコメ民が、部落問題ね、解決しようとするんだったら、もうこんなのやらなきゃいいじゃないのと、ブラック差別をね、助長してるじゃないかと、こうやってね取り上げること自体がっていう風にね、まあ、ネタこう起こすな論を展開するというね、毎回毎回そのパターンで、もう全くもって学習してないと。番組のテーマっていうのはね、もうちょっとテレビなんかも童話問題扱った方がいいんじゃないかっていう話なんですね。まあ僕としては別にね、それは扱うのは別にいいと思うんですよ。だけど田村さんがちょっとね、本音をね、何かを恐れつつ本音を漏らしてましたね。その部落問題をやるって言ったってね、まあよくわかんないから、こううかつな発言をしてしまって、で叩かれて炎上してしまうと、そういうことが過去に繰り返されてきたんで、そしたらもうテレビとしてはね、いっそのこと扱わないっていうことになってしまうんじゃないかと、まあそういうことです。まああっちし行ってしまえば解放同盟が信用できないっていうことですよ。いくらね、自由に発言してくださいって言ったって、なそんなわけないじゃないですかね。それこそなんかね、朝鮮民主主義、人民共和国が民主主義だって言ってるようなもんですよ。嘘なわけです。形だけの自由じゃないですかと。で北斗の拳のね、一シーンでなんか悪人がですね、その家来にこう世話させててね、まあ、すごいデブの悪人が、で俺のことを豚だと思っただろうとか言って部下に言うんですよね。で部下は、いやそんなこと全然思ってないですって言うんだけども、まあ、その悪人の方は、いやちょっとは思っただろうって言うんですね。そしたら家来がですね、まあ、ほんの少しって言ったら、もう途端そのデブはブチ切れてですね、俺は豚じゃねえって言ってぶっ飛ばすわけです。まあだから解放同盟のやってることっていうのはやっぱそのレベルのことなんで、とても信用できないっていうことなんですよ。だから田村敦史さんが言いたかったのはそういうことです。でもう一人ね、夏野武さん、まあ、この人はね近畿大学の教授、近畿大学ですよ、情報研究所所長だそうなんですけども、まあ、その人がですね、この部落民っていうのはこの身分がね、江戸時代に作られたと、民衆の不満をそらすために仮想身分が作られたって言ってドヤ顔で話すんだけども、まあ、突っ込み入れられるんですね、川口康史君に、いやそれはその古い研究ですよっていうことをね言われるんだけども、まあ、そのあたりからしてもね、もう学習が足りてないっていうのがよくわかりますよね。そもそも部落問題テレビでやれって言ったって知識がないわけですよね。だからその知識のなさと解放同盟に対する不信感、そういうものについて払拭しようっていう努力を全くしてないわけじゃないですか。まあ今まさにね、その解放同盟がものすごい集団で個人に対して訴訟をしてるわけです。これを見て自由に話そうなんてできますかっていう話だし、じゃあその学習してちゃんと部落問題理解しようとしたってですね、そもそも部落の場所を調べたらいけないって言うんだから、じゃあそういう制約がある中で、じゃあどんだけのことを、どんだけの知識が得られるんだっていう話ですよ。だから解放同盟やってることは矛盾してるんですよ。だからそれで信用してもらおうったって無理ですよっていうことです。そのやってることと言ってることは矛盾してるんだから、そのとにかくその議論をさせない、議論できない方向に持っていくようなことを今まさに現在進行形で解放同盟がやってるのに、川口康史君、まあ、山口県人権啓発センター事務局長って言ってるけど、この人は部落解放同盟山口県連の書記長なわけですから、ね、なんで解放同盟の肩書きを隠すのかよく分かんないけども、まあ、解放同盟の、ね、役員の人がそういうことを言ってるんだからね、そんなの信用できるんですかっていうことになっちゃうと思うんです。
だからまあこういうことはずっと繰り返されると思いますね。アベマ TV いっそのこと私を出したらいいんじゃないですか。その自由な議論って言うんだったらね、まあ川口くんも一緒に出していいですよ。川口くんと僕も一緒に出してですね、何かこう討論会をやるとかそういうことができてこそその自由な議論っていうことになるわけで、まあそれもできないのにそんな口だけでその童話問題もっとテレビで取り上げてって言ったってそれは無理でしょう。取り上げないこともないとは思うんだけどね、まあ、テレビもたまに取り上げてるんだけど結局そのあからさまに解放同盟の提灯番組だなっていうことはやっぱりねその分かる人は分かってしまうしね、なんかこう何か恐れつつ発言してるんだなっていうのもね、まあ見てる人は気づいてしまうんで、だからやっぱりね、まあ、信用されるのは無理なんじゃないかなというふうに思いました。あの下の概要欄にねこのアドレス貼っときますので、まあ、暇な人は皆さんもこのアベマ TV の、まあ、毎回毎回同じような番組だけど見たらいいんじゃないかと思います。特にこの田村敦史さんと夏野剛さんの発言に注目して見てみてください。ということで今日のお話でした。